純段尺、バロネットは、イギリスの世襲称号の一つ、また、それを持つ者。段爵の回、ナイトの上位に位置する。ただしナイトのうち、イングランド最高勲章のガーター勲章、アイルランド最高勲章のセパトリック勲章の、各ナイトよりは、貝となる。純段尺は、世襲称号の中では最下位で、貴族ではなく平民である。貴族院にも、議席を許さない。 純段釈位は、釈位と異なり、純段釈という肩書きだけ与えられる。他の純段釈くらいと区別する必要がある場合には、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別する。継承は、ナイトと同様に、サーや、デームである。女性型はバロネテスで、女純段釈と訳すことがある。これは、女性が当主である場合である。純段釈の妻は、レティの継承で呼ばれる。 短縮型は、ベレネットは BT、または、バート、バロナタスは BTSS。順段借位を創設したイングランド王、スコットランド王ジェームズ・一世、スチュアート長初期の17世紀初頭、イングランドの王庫は、財政破綻の危機に瀕していた。16世紀末からの対スペイン戦争の負債が重く、のしかかっていた上、横領地の払い下げもほぼ終了していたため、 応領地売却による一時金も時代収入も期待できなくなっていた。この危機を打開するため様々な財政改革案が出され、その一つとして構想されたのが世襲の審議会を販売することだった。最初に審議会の創設を考案したのは哲学者で会員議員だったフランシス・ベーコンであるが、彼の構想は販売ではなく、アイルランド入植を推進するために入植者に与える。 ことを想定したものだった。このベーコンの構想にヒントを得て、審議会を販売すべきことを主張したのが証拠学者で、会議員のロバート・コットンだった。1611年に大契約が議会で否決されると、コットンの提案は、ほとんど無修正で、イングランド王、スコットランド王ジェームズ一世と数密院に採用された。ジェームズ一世は、 1611年5月22日に開封直居場を公表し、順弾尺くらいの販売を開始した。この直居場は、アイルランド北部アルスターへの植民を熱心に進め、兵士30人を3年間養える費用を、堅能した地主たちにふさわしい名誉を与えるために、断刑継承される世襲消耗の順弾尺を創設すると宣言し、 今後同様の貢献をした者にも授与していくことを示しつつ、価値の暴落を抑えるため200人に限定することを定めた。また直居上に付された文書によれば、年間1000ポンド以上の時代がある土地を有する地主であって、父方の祖父が文章を有していることという条件も設けられていたが、これらの制限はやがて破棄されることになる。同文書は順断尺と他の異界との関係については、 他の異界を現に所有している者たちへの配慮もあって、曖昧な扱いにしている。また、同文書は集まった金の使途について、第一に、アルスターへの植民と軍隊の経費に充てるが、その目的が達成された後は、他の財源で賄えない問題の対処に充てると、定めている。当初、購入希望者は1095ポンドを、財務省に、 通常3回の分納で支払うことになっていたが、金額も決済方法も厳密に守られ続けたわけではなく、需要と供給により変動があった。それでも順断借設置後数年間はほぼ規定通りの期待が支払われたようである。1611年3月から1614年3月までに財務省に順断借購入金額として9万885ポンドが払い込まれているが、 この資金はアイルランドのイングランド軍駐屯費の約70%を充足した。直挙上で曖昧になっていた順断尺の序列について、断尺の元か、断尺のヤンガーさんの元か、1612年4月の数密院において激しい論争が行われたが、結局国王の最下で断尺のヤンガーさんの下、ナイトの上位と定められ、順断尺にはアルスター文章、 アルスターの赤い手の使用が認められることになった。1614年の議会では順断尺の創設に不安を持つ断尺とナイトの称号を持つ者たちが順断尺の廃止を要求している。実際に廃止されることはなかったが、順断尺への風当たりは強かったことが見て取れる。1614年の議会の失敗で議会から補助金を得られず王庫が一層不安定になると、 政府は、貴族の借位の販売を開始し始め、唯一購入可能な一回という位置づけだった、順断借が、宙に浮くようになった。順断借くらいの価格の暴落をもたらした初代、罰金が無ガム公借、ジョージ・ビリアーズさらに1618年には、国王側近、ジョージ・ビリアーズが順断借をナイトと同格に格下げし、1095ポンドの条件も事実上破棄したことで宮廷が、 恣意的に授与するようになった。購入価格は急速な値崩れを起こし、1619年には700ポンド、1622年には220ポンドで購入するものがあった。1619年以降、順段尺は急増し、1622年までに198矢に達している。200矢に限定するという公約があったため、 ジェームズ一世は1623年にプレーターズ順断尺を創設した際に、これが最後の創設であることを宣言し、1624年には一夜を追加しただけで、その後方魚まで順断尺の新設はしなかった。しかし、チャールズ一世即位後、三十年戦争の戦費の増大で、王庫はさらに困窮したため、バッキンガの主導で順断尺の当初の規定は破棄され、 バッキンガム派に85の順段借位創設権が与えられた。1626年から1629年にかけて87家が順段借を購入したが、その大半はバッキンガム派の圧戦だった。この時期には安い場合では200ポンドを割ることもあった。1629年のバッキンガム暗殺後、チャールズ一世は順段借の創設を厳しく、 抑制するようになり、1630年から1640年の間に順番尺にジョイされたのは4、家のみである。しかし1640年以降は再び急増し、1641年と1642年の間には129屋が順番尺にジョイされた。これは国王と議会の対立が深まり、イングランド内戦へ向かう政治情勢の中、 少しでも多くの地主を応答派に取り込もうとしたチャールズ一世の苦肉の策だった。財源の確保という本来の目的はこの段階でほぼ失われた。イングランド順弾社区くらいの創設から8年後の1619年9月30日にはアイルランド順弾社区位が創設された。ジェームズ一世はアイルランド順弾社区位を100人に限定すると制約した。 ジェームズはアイルランド純弾爵くらいの序列について、男爵のヤンガーさんの下、騎士の上位にする意向を表明したが、申請する者がいなくなってしまったため、1616 16年には、一定の年齢になった、純弾爵の相続人はナイトに除されるという、新たな特権を認めた。スコットランドの北、アメリカにおける、植民地ノバスコシアのプランテーションを推進する。 目的で1624年には、スコットランドの順弾尺くらいである、ノバスコシア順弾尺位が構想された。授与されるためには2年間6人の入植者の支援を、する二0 0 0マークを支払う場合もあった。ジェームズ一世は、この構想を実行する前に放御したが、ジオ・チャールズ一世のもとで1625年5月28日に、最初のノバスコシア順弾尺位が創設された。 この順段爵位については創設の直居上で百五十を超えてはならないと定められていた。彼らの相続人は特定の年齢になると、ナイトに上されるべきであり、プランテーションのために三千マーク以上支払っていない、ものは称号を受けるべきではないとされた。六百三十八年以前のノバスコシア、順段爵位には、ノバスコシアの土地が付随していたが、六百三十八年には、 土地の不与は中止された。チャールズ一世のミオの後期には、スコットランドと無縁の紳士にもノバスコシア、順段社位が除位されることもあった。大半のノバスコシア順段社位は、男系男子の相続に限定される。連合王国巡弾社の最後の新規創設を受けた、初代巡弾社サーデニス・サッチャー1707年に、イングランドとスコットランドが合同して、 グレートブリテン王国が成立すると、イングランド順段尺くらいと伸ばすコシア順段尺位は創設されなくなり、代わって、グレートブリテン順段尺が創設されるようになった。ついで1801年に、アイルランドも合同して、連合王国が成立すると、アイルランド順段尺とグレートブリテン順段尺は創設されなくなり、連合王国順段尺が創設されるようになった。 19世紀前半に即位した女王ビクトリアは、順段尺位に対して労働者層を世襲階級に組み込む有用な手段とみなしていたという。1898年1月に順段尺名誉協会が設置され、1903年7月に順段尺に関するすべての問題の解決のための常任の組織として順段尺常任会議に開組された。 1910年2月8日にエドワード7世がロイヤル・ワラントによって内務省に保管される順断尺公式名簿を創設し、ここに記録されないものは順断尺として扱われることはないことを宣言した。公式名簿は現在司法省によって管理されている。順断尺に上されるものははじめ地主が多かったが、近代以降には対象が拡大されて商業、科学、文学、 軍事などにおける功績によっても除位されるようになった。中でも19世紀後半になると商工業界の成功者も貴族に列せられることが増えた。この際に順段爵位が富裕な醸造家に与えられることがしばしばあったため、順段爵はビール醸造者と呼ばれるようになった。この頃になると順段爵位を含む爵位の了観が公然と行われるようになった。 20世紀に入り、1958年に一大貴族制度が創設されると順断尺の女位は減少した。1964年以降は、女人令がなくなっていたが、1991年にデニス・サッチャーが妻を支えた功績から順断尺位に助せられた。現在のところ、これが順断尺くらいの最後の女人令となっている。19世紀前期の英国首相。 第2代順段尺サーロバート・ピール。順段尺くらいの売り尺ぶりを売れいた。ロバート・リチャード・スカンランが男性の順段尺の継承はサーであり、サーは、ファーストネームあるいはファーストネーム、ファミリーネームと共に付けられ、ファミリーネームだけには付けられない。首相を務めた第2代順段尺サーロバート・ピールの場合で言えば、サーロバートあるいは、サーロバート・ピールとは呼ばれても、 サーピールとは呼ばれない。表記においては、名前の後にバートもしくは BT を付ける。例えば、サー、ロバートピール、BT のように表記される。男性の順番尺の配偶者の継承は、レティの後に名字だけを付けられる。ただし二人以上が同じ継承となる場合は、ファーストネームを付けられる。女順番尺の継承はデームであり。 デームは、ファーストネームあるいはファーストネーム、ファミリーネームと共に付けられ、ファミリーネームだけには付けられない。例えばデイジーダンバー順段尺の場合で言えば、デームデイジーあるいは、デームデイジーダンバーとは呼ばれても、デームダンバーとは呼ばれない。表記においては、名前の後に、BTSS を付ける。例えばデイジーダンバー順段尺の場合、ダメデイジーダマー BTSS のように表記される。 こんな尺の配偶者には継承は用いられない。イングランド殉難尺、アイルランド殉難尺、グレートブリテン殉難尺、連合王国殉難尺は、アルスターの赤い手をインエスカッシャンとして紋章に入れることが認められている。初期の難断尺には、アルスターの赤い手は、アイルランド北部アルスターに対するプランテーションを促進するための画像紋章として与えられていた。 ノバスコシア純弾尺は、アルスターの赤い手を使用せず、ノバスコシア紋章を使用することができる。ノバスコシア紋弾尺以外の紋弾尺には1929年まで首にかけて廃用する気章が与えられていた。この気章は、アルスターの赤い手の紋章と王冠、その周りを金箔の渦巻き装飾で縁取ったデザインである。渦巻き装飾の部分はイングランド純段尺はバラ。 アイルランド殉談尺は、シャムロック。グレートブリテン殉談尺は、バラとアザミ。連合王国殉談尺位は、バラとアザミと、シャムロックが描かれている。この気象はオレンジ、または黄色のリボンで吊るされる。自身も殉談尺を、父から世襲していた、政治家さ、ロバート・ピールは、こうした欲深さには驚かされる。空虚な名称に気品を感じなくなるのではないかと。 危機感をあらわにしている。ありがとうございます。